呂大は、中国三国時代の呉の武将。字は帝公。子は、旅外。徐州高領軍会領県の人。96歳まで生きた長寿武将である。軍や、県の役人をしていたが、中原戦乱を避けて、高等に疎開し、孫権の時代にその幕府に仕え、呉れの進むとなった。孫権は、諸県の長屋進むを呼び寄せ、地方の行政について、 質問をすることがあったが、その時に、露体の受け答えを見て、我が家を得た人材と思い、幕府に呼び戻して六時とした。後に、再び地方に出て、余陽県の長となると、精鋭を募り千人の兵士を集め敗下とした。海警軍の東野県など五つの県の不服住民が、両後や旗狼を首領として、反乱を起こした時、露体は孫県から特軍行為に任命され、 将軍の賞金と協力して、これを鎮圧した。この功績により秋の部中老将に任じられた。懸案16年、孫権は露体に武将の因ことなら兵士に千人を引きさせ、官中軍の長老を交換軍の城に誘い出そうとしたが、長老は警戒し道を塞いだため失敗し、孫権の命令により帰還した。この帰りの途上で、 食信仰途上の劉備軍と白角あたりで見ている、記述が残っている。懸案20年、劉備との間で、慶州をめぐる一触即発の事態が起こった時には、呂蒙や孫茂たちと共に、調査三軍を降伏させた。安成、雄英心、茶寮の役人が反逆したため、彼らの立てこもる、陰山城を包囲し、瞬く間に陥落させた。その後、呂蒙は、 三軍に、孫河を置いて、鎮守を委ね、関羽と露宿が退治する駅用に軍を進めた。結局、両軍は交戦せずに退治を続けた。前に、曹操が長老を倒して、冠中を手に入れたことにより、劉備のよる駅舟が、曹操の攻撃にさらされる恐れがあるため、劉備は駅州を失うことを恐れて、孫権へ和解を申し入れてきた。劉備はかくて、小水を、 境界線として先、調査、慶応の領有権を孫権に認め、形式的に休戦した。孫権は、調査、慶応二軍が、五の領有権に収まると、調査に、露体を止め置き、木羊一の下に置いた。検案二十二年、調査軍、安成県令の呉と中老省の延竜が関羽に、こうして、後期を通じ再び反乱を起こし、言うと、甘酒寮に寄った。 尊権は、横江将軍の露宿に命令し、優を打たせ、露体には甘酒領を攻撃させた。露宿は、呉を破ると、露体は甘酒領を落とし、遠竜を切った。調査の乱を平定し、この功績で、露領大衆に、セった。信康元年、府の代を継いで公衆志史となった。高漁の不服住民の首領の千広氏が降参してきたので、 孫権に上奏して、彼を高領西部と意図した。都林の異民族の不服住民は反乱士軍や、県の役所に攻撃してきたため、露体はこれを打ち破った。慶応や陽一帯を勢力に収めていた族に、王金という人物がいたが、南海軍の辺境地域で人を集めて周囲に略奪をしていた。露体は孫権よりの討伐の命令を受けて、王金に攻撃し、 王金を捕虜にしみに送り、一万ほどの反乱軍を切るか捕虜にした。安南将軍となり、仮武を与えられ、都合校に封じられた。後部五年、孔子大衆師匠が死ぬと、孫権は師匠のこの式を安炎将軍に任命支給魔大使とし、孔子大使は行位の陳治を与えようとした。露体は孫権の許可を取り、孔州を 海南三軍と海東四軍とで分割し、前者を公州、後者を公州とし、公州の志士は将軍の大量を任命し、自身は公州の志士となった。大量と陳珠の着任に反発した、式はこれを妨害したため、露体破し、木の罪を問うため、三千の兵を率いて、水軍で公衆に野襲した。ある者は、死一族の実力を恐れ、 軍をゆっくり進めるべきだと進言したが、露体はしきたちが油断している隙をつくべきとだと主張した。合歩で大量と合流し、そのまま急いで軍を進めた。さらに露体は、式に加担しなかった、下ただしと面識があったことから、下ただしに、式らの感触は剥奪するが、生命は保証すると伝え、その説得を命じた。式は大いに恐れをののき兄弟六名と共に、 降伏してきた。しかし、露台は、事前の約束に反し、四季兄弟をすべて処刑し、首を尊権の下に送った。その後、死子の残党の甘酒や勘お侍らの抵抗を尻け、公衆を閉廷した。番具公に封じられた。公衆は廃止され、再び公衆となった。その後も露台は、南方の急進を討伐し、数万人を討ち取ったり捕虜にしたりした。さらに、 南方の国々に役人を送り、呉の宣伝を行った。これにより、遠くの府南、林友、道明の王たちも、死者を送り貢ぎ物を献上してきた。これらの功績により露体は、陳南将軍に任じられた。王領三年、公衆から調査に認知を移された。武僚の異民族が不穏な動きをするようになったので、大乗の半不可師たちと共に、武僚の異民族を討伐し、 平定した。カノギ3年、藩将が死去すると、露体がその兵士を引き継ぎ、陸口の守備に当たることになった。露体は、駐屯地を保機に移転させている。カノギ4年、露両の族との、利関、道合、海警軍等屋の族との,との随春、南海の族とのハゲ村の反乱が勃発すると、孫権は、露体に、その鎮圧を命令し、露体はただちに、 竜山や党派からを伴い軍を進め、首領たちを切るか投降させるかして、反乱を沈めた。孫権は、露体を褒め、自由な裁量で交渉を行ってもよいと許可を与えた。赤たらす2年、半福氏が死去すると、露体が、慶州の公文書の決裁の職につき、陸村と共に、武将の守備に当たることになった。補機の駐屯軍の指揮は引き続き任された。 同年10月、都督の領識が、林画大衆の元津奈良を殺害し、霊領、相互、移りんで、数万人規模の反乱を起こし情勢が不穏になると、露体は上層すると同時に軍勢を引き一に厚に、向かった。孫権は、公衆牧の職を追って与え、後から将軍や兵士を露体の下へ次々に派遣させた。一年で反乱を沈め、 呂式や呂戦や費用ら反乱者たちを切り、武将に帰還した。赤カラス8年8、陸村が死に、諸葛務が陸村の職務を引き継ぐことになったが、孫権は武将の軍権を二つに分割し、土体を右部の総監とし、武将から補機までの指揮を委ねた。土体は上え将軍となり、この領外も副軍行為となり、補機に兵士の監督に従事した。 ふともと、元,元,元年、尊権が既得となると、諸葛つとたちと共に工事を託された。露体はこの頃には、旅行と言われて、くれの言動であった。同役の諸葛つを今しめて、今まさに多難の時代だ。どんなことでも十回考えてやりなさい。と教えたが、幸福な諸葛つは、論語でも二度考えれば十分だと言っているのに、十回なんて、私を馬鹿にしているんですか。 と言い返した。さすがの露体も、この発言には驚き沈黙した。世間の人々は初めは、諸葛つの遠い側名を褒めたたえ、露体の出現をけなしたが、やがて、諸葛つが任務に失敗して暗殺されると、暗殺の予兆だったと思ったという。尊業が皇帝となると、露体は大芝に任命された。太平元年に死去。去年96歳。 葬儀は質素に取り行うよう遺言した。露体は80歳になっても、質素な生活で仕事をし、職務に励んだので、イサムイ将軍の長将は手紙を送り露体を褒めたたえた。しかし、あくまで質素であることに努め、仕事にも熱心であったため、公衆に赴任していた時は、家族に何年も仕送りもせず、家族たちは困窮した。そのことに気づいた孫権は、 露体ではなく新家達を攻め、銭や米や単物を年ごとに露体の家族のもとに送らせたという。友人である助言は意見をずけずけ言う性格であったが、露体はそれを喜び、彼の栄達のための便宜をいろいろと働き、彼が死ぬと通責したという。二人の友情は美談として世間の評判となった。小説三国支援儀では、 尊権の臨重に際して、露体は諸葛勤務と共に、指示の下へ呼ばれ、尊権から工事を託される場面に名前が見えるのみである。ありがとうございます。